You're listening to Shibuya Cross FM.皆さんこんにちは。ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。今日じゃねえけど。過ぎちゃいましたけどね。過ぎちゃったけどね。2月18日木曜日16時を過ぎました。エンタメジャックイン渋谷スタートしていきます。藤巻ゆうきです。宇佐美愛理です。兄亮です。おかわり大場です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まずハッピーバレンタインということで、はい、皆さん今年はどうでした？もらいました。バレンタイン迎えました？もらいました。お、はい、誰が一番だろう。じゃあ僕ゼロ。え、本当ですか？はい、僕が8個。え、すごい。8個、これ入れて8個。俺2個っす。2個。え、誰もくれないですいやいや、あげたいんですか？いや、仕事の人に1個しかあげてないです。なんだっけ、ギリチョコ。そうです、そうです。お世話になってる方にたまたまその時期にあったから、まあたまたま渡さない。お世話になってる人少なすぎるでしょもっといや、会わないんで、コロナなんで。あ、はい、なのでたまたま。まあ今年はそうですよね、なかなか会えなかったり、はい、なんかニュースで言ってましたもんね、ギリチョコとかの文化ちょっとなくなってきたな。あ、でも、ね、そう、前みたいに配るっていうのがね、今できないですよ ね。そんな中8個。いや、僕すごい、郵送してくれましたよ、わざわざ。お客様とかファンの方が、はい、それは全部いただいたということ？もういただきました、いただきました。もう 手作りとかも全部食べました。あら、ただ1個なんかプリンみたいな手作りしてくれてる方がいらっしゃって、はい、郵送中にぐっちゃぐちゃになってて。ですよね、なりますよね絶対。とんでもないシェイクされてましたね。あ、逆にでもいいね。逆にいいですかね。飲んじゃったんで飲んで、でも美味しかったです、はい、本当にマジで食べました。だからですよ、今日すごい肌ツヤいいなって。いや違うわ、プリンみたいだもん。そのシェイクにコラーゲン入ってないわ。だからツヤツヤ。やっぱあのカカオがね、カカオね、カカオマスがね、カカオがそんなに茶色そんなすぐ出るかな。今日出たんですね。本当ですか。すごいですね。ということで、なんか、はい、もうまだまだね、はい、募集はしてますよね。そうですよ、常にしてます。もうあ、僕1個ですわ、はいはい、今日は。あ、でもこれそう、逆チョコです、はい、逆チョコね。逆チョコ、はいはい、いただきましたね。ありがたい、本当に。いただきます。はい、と思いますけども。さあ、そんな中、まあ、ちょっとね、暗いニュースじゃないですけど、はい、福島、はいはい、宮城の方で、ね、はいはい、大きめの地震が、うん、まあ、10年ぶりというか、うん、3.11 のあれからありました。皆さんどこで過ごしてました？家にいました。家にいました。びっくりしましたね。びっくりしましたね、うん、家でもう揺れてました。船酔いみたいな。しかも結構長かったでしょあれ。長い長い、ちょっとやばいと思いましたよね。我々東京でもあんだけの揺れで、うん、多分本当現地の方は、うん、まあ、やばいですよね。相当揺れたんじゃないかなっていうのがあって、うん、まあ、知り合いの人とかね、うん、に聞いたら、こう家具がやっぱドーンってなっちゃったりとかで、うん、もうなんかしんどいですね、こういうのはね。天災だからしょうがないですけど、うん、ね、こう10年ぶりなんかくしくもというか、うん、あるんですが、うん、僕はちょっとこうさっきね、楽屋でもお話ししたように、はいはい、何かこういう時あって、でも前向きにね、うん、いたいなと思って、うんうん、たまたまマー君が帰ってきたじゃないですか、宮城の、はいはいはい、楽天のね、はい、ヤンキーズからね、うん、そうなんですよ、うん、で、確か10年前も震災の後優勝したんですよ、うんうんうん、やっぱスポーツの力。そうだったんですね、うん、そうです、そうです。だから競馬僕好きなんですけど、うん、競馬とかもその震災のあった次の年ぐらいに、そのドバイワールドカップって世界ナンバーワン決定戦の馬のレースがあって、はい、日本馬はそれで勝ったことなかったんですけど、その震災の時っていうのはやっぱそのパワーもあって、うん、頑張れっていう応援のパワーもあって優勝しましたからね。あ、だが日本馬がもう今後一切そのから先はないですから、あんな年だけですから優勝したの。何かやっぱその後押しがやっぱりあったんだと思いますよ、一段結というか、はい、だからこうスポーツとか、まあ、エンターテインメントもそうですけど、こういう時にこそ何かこう支えじゃないですけど、こう力になれるようなものがあるんじゃないかなってやっぱ思うので。いやいや、それがこのエンタメジャックですよ、はいはい、藤巻勇気ですよ、藤巻勇気ですよ見てますか皆さん勇気の勇気という文字はどういう文字を書くんですか勇気ですよ。そうですよ、ちなみに兄は元気と書きます。おお、勇気と元気ですよ。すごい。兄貴元気。そうなんですよ。すごい。あと愛がいれば愛と勇気と元気じゃないですか。アンパンマンですよ。ちょっとよくわかんない。いや、分かれよ。分かれよ。
いや本当ありがたいですよね。はいはい、そうですね。でもなんかやっぱ、うん、地震とかってなんか思い出しますよね。うん、あの俺も阪神大震災経験者なんで、うん、そうなの。そうそうそう。小学校2年生の時だったんですけどね。うん、やっぱ思い出してやっぱ怖いなと思った反面、うん、やっぱなんかその。なんかそういう、まあ、コロナの、ね、今回のあれもそうですけど、うん、なんかやっぱ家族って大事なんだって改めて思うと、わかりますよ。僕も母に LINE しましたもん。しましたよね。しました。やっぱ一番にお母さんしますよね。大丈夫って、うん、まあ、ただ一番来るしね、うん、そう、まだ近いから、うん、まあ、東京なんであれですけど、はいはい、遠くだと結構心配になるんでしょう。そうですね、特に我々の親たちも少しね、高齢になってきてるから、うん、こう足元が不自由になってきたりとかするからもう心配で、ただもう前を向いてね、そうそう、うん、行きたいなと、うん、はい、そうですね、思っております。はい、さあ始めていきましょう。エンタメジャックイン渋谷。この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたします。はい、俺がそれ聞いちゃうから。そうですね。いやいや、まあ、ありがとうございます。なんかあるんですかね。はい、出ましたね、出ましたね、はいはい、ありがとうございます。さあ上げようとするとね、やっぱり、はい、そうね、うん、さあということで、まあ、バレンタインの話ちょっと戻りますけど、はいはい、過去、うん、こんなバレンタインの、まあ、苦い思い出でもいいですし、うん、チョコだけにね、うんうんうん、誰に言ってんの。怖い怖い。マイク越しの奥さんですよ。奥さん、ターゲットそこなの。まだ見ぬ奥さんね。ターゲットそこなの。とか甘いエピソードとか、まあ、学生の頃とかでもいいですし、はい、何か皆さんありますか。なんだろう、私は手作りずっとしてました。学生の頃とかずっとしてました。でもなんか最近の人って手作り嫌っていうなんか聞いたんで、もうここ何年かはあんましてないです。あ、そう、買って渡してます。それ手作りは、はい、そのなんだろう、あのうまくできた。うまくできてますよ。うまくできた。どういうこと。急に片言入って、ね、うまくできた。違うくなかった、ね、いや今でこそ、はい、なんだっけ、クックパッドみたいなのあるけど、あね、でも本当5年10年前でない気がして、うそうなった時って何で、本で、うん、いやそうですね、本とか、あと親に教えてもらったりとか。そっか、うん、お母さんとか、ね、家で一緒にやったりとか、うん、それはだから手作りで作るじゃないですか、はい、どうでした。いや昔はなんかこうハートでなんかこう大好きとかやってましたよね。もうちょっと詳しく教えてもらって。でそれで渡して学校でね、こう小学校の時とかお返しもらうみたいな、別にそれしかないみたいな、なんか何もないみたいな。なるほどね、やりとりありましたよね。どうです皆さん。いや学生時代ですよね、はい、僕はもう10年引きこもってたんで逆に思い出は全くないですけど。むっちゃ重いじゃないですか。逆に今モテ期じゃないですか。いやいやそうだから今なんかすごいもらえるんですけど、ね、ただ一個あの思ったのが去年なんですけど、なんかあのすごいあのプラネタリウムみたいなチョコレートをくれたんですよ。なんか一個チョコが惑星みたいになってて、もうそれ飾るだけでもなんかインテリアになるようなやつ、はい、それはずっと食べれなかったですね。もうもったいなさすぎて、だから良すぎてもこう逆に食べづらいっていうのはありますよ、ね、手作りですか。でなわけないでしょ。プラネタリウムみたいないでしょ。そんな、いやなんか手作りで、手作りのプラネタリウム、手作りでプラネタリウム、それはすごい、すごすぎる、技術はすごいな。手作りだったのかな。すごいいいな、うん、そういうのありましたよね。なんかだからもう今年もね8つもらって、何なんですか。たま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 です。焼き餅ですよ。持てちゃって。いやいや、たまたまチョコだけにね。いや、なんなんすか、餅じゃねえ。全然かかってない。全然かかってない、はい、全然かかってない。どうですか、谷君。いや、待って、絶対多かったと思います。いや、学生とかやばそう。ちょっとね、もう、並んでるよね。ね、うん、じゃそれね、めっちゃ言われるんですけど、うん、俺、だ高校生の時とか彼女一人もいなかったし、そう、野球やってたんでね、寮だったし、スポーツ少年っていう、まあ、のを言い訳にしていなかったっていうことにしてるんですけど、まあ、中学校の時とか小学校の時は多かったかなって感じですね。いくつぐらい最高で。最高36ぐらい。30億。いやいや、そんなわけないやろ。もう、ま、全世界の人が埋め尽くされてるわ。すげえな、はい、食べれない。埋め尽くされてる。でもね、あの懐かしいなと思うのが、小学校5年生から中学校3年生まで、うん、同じ後輩のね、女の子、松井さんっていう女の子がいるんですけど、ずっと一途に渡してきてくれてたんですよ。で、俺がいないときは家のポストに入れてくれてた。うん、わかるわかる。そうやってくれたなっていうことをね、今何してんだろうな、陸上部だったなとか思いながら、ね、いいな、なんかね、思い出しながら、ちょっとなんか胸キュンやな。そう、ありましたよね。いいな、なんか
藤巻さんは皆さん結構バレンタインの思い出あるんですね。ある、はい、え、もらってないんですか。僕はもう一個ももらったことない。そうだよ。え、嘘だ。そうやん。母のみです。いや失礼よ、本当に。あげた人に失礼。もらいっぱいもらってるでしょ。絶対嘘でしょ。でも失礼よ。本当だよね。藤巻ゆうきのことが好きだったね。そう、今あれ私あげたのにって聞いて。本当、ね、そうでしたね。ね、いや、やばい。たくさんの方々に、はい、愛されてね。急に焦り出した。急に焦り出した。急に困ったら。いや、そうなんですよね。なんかいろいろそうですよね、うん。ありがたいですよね。ありがたいですよ。まあ、日本よく言いません、日本だけが、うん、バレンタインって女性が男性にって言うじゃないですか。ああ、言いますよね。でも私逆チョコが欲しいです。逆チョコ。チョコレートの方が好きなんですけど、うん、ホワイトデーってなんかキャンディーとかマシュマロじゃないですか。キーとか。あ、そうです。マシュマロのイメージ。それよりチョコが好きだから、うんうん、先にチョコレート欲しいと。なんか昔ありませんでした、うん、マシュマロだったら OK。うん、そうなんですか。なんかあったね。ありませんでした。え、そう。マシュマロだったらギリ。ギリだっけ？どっちだっけな、なんかありましたね、それ。キャンディー多かったけど、何キャンディーは。キャンディーだったけど。あ、舐めてんじゃねえよと。お、あ、そういうこと。あ、キャンディーだけにね。なんなん、今日なんかダジャレ会かな。ねえ、今日そういう感じなの。おじさんが炸裂してるから大丈夫、二人とも。コントコントね、二人ともおじさんがすごい。いや、なんかこうね、ただ、なんかちょっとコロナで、やっぱさっきも言ったように、はい、ちょっとこういうのも減りつつあるじゃないですか。うん、お祭りごととか減ってきてて、すっごい僕寂しくて、うん、確かに年末年始も年末年始感しなかったんですよ、うんうんうん、今回、今回ね、確かに、なのですごいしてほしい、まだ募集します。え、皆さん募集しますよ、はい、何言ってんの。宛先はもうこちらですね、持ってくればラジオだけどね。もうさっきから俺2人の服装を見てやっぱり画家にしか見えなくて昭和の画家と平成の画家感じが似てる2人昭和と平成の画家なんか、ね、ちょっとどうしたんですかね。え、何なんですかね。何ですかそれは。いや、何ですかじゃないんですよ。それでどうしても笑っちゃうっていう。いや、なんか、はい、なんかバレンタインいいですよね。いや、本当そうですね、うん、だからもらったらお返しも考えなきゃいけないですから、 それがちょっと大変ですよ。そう、それは大変ですね、うん、私ね、義理の場合、義理チョコの場合何を返していいかとか、それこそ8ついただいて、うん、でもこの、なんだろうな、笑顔がお返しなんじゃないですかね、おばさんの場合。いいこと言うな。寒いわ。いいこと言うな。何ですか。じゃあ今年は僕笑顔で。はい。プライスですね。プライス。いや、そうなんですよ、だからね、素敵なね、うん、難しいです。でもお返し全員くれなかったんですよ。そう、でも何を返したらいいのかっていう。いや、私なんかそのマシュマロとかより物の方が嬉しいです。物前コップとかあとハンカチとかなんかそういうのもらったんで、そっちの方が使えるし、なるほどね、いいかなって。必要的な、確かにね、まあマシュマロなんて食って終わりますからね、うん、しかも私好きじゃないんで。あ、そうか。そうね、ってなると、うん、いやチョコも別にってなったら。あ、でもチョコレート好きな人ほとんど多くないですか。なんですかそれ。え、あんま嫌いって聞かなくないですか。俺はチョコレート大好き、ね、1日1個は絶対、はい、僕だけちょっとそっち側でいきます。じゃあ今え、なんでチョコレートなんでいつもグレてる。いや、チョコじゃなくてやっぱ違うものでもらいたいって人いるかもしれないです、ね、僕はチョコが好きですよ、うん、何がいいですか。じゃあ他だったら逆に何を思いつくんですか。じゃあものですか。ブランドもんとかですか。僕はブランドも好きじゃないです。え、あんな？嘘つけ。愛がやっぱ欲しい。いや、嘘つけよ。いいジャケットいつも着てるやんか。ほんま。やめましょう。めっちゃいいジャケット。ちゃね、いただいたんだよ。自分のことになると大体逃げるよね。下手くそか、本当に。でも、あの今石鹸とかどうですか。例えばお返し、ラッシュの石鹸とか。そういうのがいいですね。ああいうのいいじゃないですか。石鹸なんて絶対みんな使うし。でも私肌に合わない。誰なの本当に。今日どうしたの本当に。じゃあメルカリで売ってくださいよってね。あ、そうですよね。いや本当そうですよね、じゃないよ。まあちょっとこうね、話があれなんで、はい、曲いきましょうか。はい、しまらんな、はいはい、よろしいでしょうか。はい、それでは聴いてください。リンさんでシャララ。
はい、聞いていただきましたリンさんでシャララでした、はい、ちょっと僕、はい、先週映画見に行ったんですよ。ほうほう、皆さんどうですか、映画最近見たりしました？最後鬼滅の刃ですよ、はい、鬼滅すら見てる、映画館で、はい、どうでした、鬼滅すごい人気だった、めっちゃ泣きました。漫画見てる方、漫画見てないんです、私映画だけで、うん、で泣ける、泣けます全然。あ、そうなんだ。あ、漫画その、あの映像です、映像は見てますよ全部、うん、あ、でもその映画だけで本の方見てないってことです。アニメは見てるってこと。そうそう、うん、なんかこう、なんかちょっと見てないんで、うん、後、なんだろう後追いになっちゃって、うん、ちょっと見てないんですよ、うん、見てください。見たいな、なんかあんだけ見てる人いるから。今もまだ多分やってますよね、うん、あ、まだやってるんだ、うん、で、僕ね、今年入ってプペル、あ、煙突町のプペル、西野さんのやつ、そうなんです、それ行きたかった、あれ良いっすね、面白そうと思って。僕実は2プペしまして、そんなに面白い、なんか1回はそんなに面白いですね2プペって確かに1回はちゃんと普通に見て、うん、2回目はその西野さんが音声で、うん、同時進行で副音声みたいな、副音声でこう説明してるんですよ、これはこういう言い方だったよって、それ今スマホでねダウンロードできて、うん、映画中にこうイヤホンで聞く、面白いところに、ね、うん、そういうのあって裏情報聞けたりして面白くて、で先週ですね、先週はあのヤクザと家族というすごいタイトル、すごいタイトル、そう、綾野剛さんの映画なんですけど、主演の映画、舘ひろしさんと、あの市原隼人さんとか出てる映画なんですけど、まあとにかく良かったです。あ、そうなんだ、よかった。もうね、辛くて辛くて辛くていい映画っていう感じですね。辛くて辛くて、あ、じゃああんまり明るい、なんかね、辛くないね、すごい明るくないですね、それがすごい、どっちかというと韓国映画に近いというか、うん、僕のイメージ、韓国映画って痛みがちゃんと伴って、ね、殺人の追憶、ドロドロ系ですね、それがこうグッとくると、うん、それがヤクザと家族もあって、うん、そのプペルはもう、ハッピーエンディングなんですよ。そうなんだ、言っちゃっていいですか、そういうのは、ハッピー、そう、夢に向かってとか頑張ろうなんだけど、あ、最終的に希望が残る、そうで、ヤクザと家族はもう全く希望がないまま終わって、真逆の、でもだからこそ切ないっていうか、うん、リアリティが、うん、簡単に説明すると、うん、まあ、3部構成になってます。綾野剛さん主演の、うん、で山本という役なんですよ、うん、が、10代のやんちゃ時代、うん、で第2部が、ヤクザ時代、うん、でヤクザ5の時代っていうのが分かれていて、まあ、最初はもう金髪で、うん、もうやんちゃしてて地元のヤンキー、うん、そっからヤクザにこうなんだろうな、うん、スカウトされる、うん、で最初はこうやらないって言いながら、うん、ひょんなことでやるようになると、うん、でまあ時代背景も2000年ぐらいなんで、うん、まだその防体法っていうか、うん、のがまだこうあんまり緩かった時代なので、うん、すごい幅利かせていた時代、うん、第2部が、うん、まあいろいろなことやるんですよ、はい、でそっから、まあ、ひょんなことでこう捕まってしまうと、はいはい、で14年刑期を終えて出てきた時、うん、全く世界が変わっていたと、うん、でもスマートフォンになり、いやもうスマートフォン、携帯電話一つヤクザは契約できない、うん、銀行口座作れない、分かんない、今そうだと思うんですよ、っていう中でこうどう生きていくんだ、生きていけるので、こう僕が衝撃だったセリフが、はい、警察が言うんですよ、はい、ヤクザに人権なんかねえんだよ、へ、っていうのがうわなんかうわみたいな、衝撃受けたんですけど、うんうん、まあ、そのぐらい痛みしかないんですよ、うんうん、で登場人物全員不幸になっていく映画、うん、でこのでも一般的に不幸なんですよ、うん、ただこれな問題提起というか、これどうなんだろうというのがたくさんあって、あ、はい、こう愛を知ったがゆえに辛いっていう、うん、いうところ、なんそれは分かる分かる分かる、どっちなんだろうね、うん、愛を知らないまんまそのやっていくのが幸せなのか、知って傷ついたことも幸せなのかみたいなことで、そうなの、もうそこすごいなんかテーマの一個であって、うわなんかこう分かるなって、愛に傷ついた人なら、うん、なんだろう、実感するというか、うん、で俺は生きていけるのかなとかちょっと考えたりもするんですよ、終わった後、見終わった後、で最後エンディングキングヌーのね、はい、あの主題歌でボロボロです、いいですね、こ
これってこの終わり方っていう。藤巻さん泣かすって相当な映画じゃないですか。大したもんですよ。もうね、血も涙も。どういうこと。そうなの。いや本当に。でもそのぐらいこう辛い映画。とにかく辛かったです。そうなの。でもそれもリアルに感じるんですよね。あの綺麗なところだけじゃなく、そう違う部分もちゃんと見せて、こういう人たちもいるんだなと。もちろん僕はあのそのヤクザの人。賛成しないけど、はいはい、賛成しないですけど、めっちゃ言葉選びました、ね、でもデリケートな場所だから、そうなんですよ、この話題がそうで、でも、はい、こうなんかこう考えさせられちゃって、うん、終わった後、実はだから重たいです、もうため息出ちゃう、でもいい作品の一つでは絶対あるんで、でも女性の方は血とか嫌いな方は見ない方がいいと思う、まあ、結構グロテスクなシーンがある。そう、あのやっぱりこう、いろいろ殴り合いですね、なので、あれなんですが、なんでちょっと興味ある方は見てほしい映画でしたね。気になりますね、ね、見てみて面白そうですね。みんなでで、みんなでどんよりした気持ちみんなでどんよりしていきます。でね、YouTube のメイキングとか 見たんだ、その後、はい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 、さあ、あの郷さん、本当に車に轢かれるシーンあって、はい、本当に本人轢かれてて、はい、なんかすごいなっていう、単純に本当に惹かれるんで、大丈夫なんですか。 YouTube 見てない方見てほしい、はいはいはい、ガチで惹かれてて、はいはい、大丈夫、痛くないんですか。いや痛いよね、それ痛いです、ね、それ痛くなかったから、知らないの、大丈夫。でアクションスタントをしたってことですよね。そう、自分で、すごい、うん、もちろんパッドとかやってると思うし、いやそれでも痛いですよ、車に引かれたの。だからここがなんだ、あやの号ってすごいって言われるゆえんなんだなみたいな、ちょっと思っちゃったというか、現場の士気上がるというか、あの職人だなっていう、素晴らしいなって感じました。そこまで汲み取るってすごいですね。ぜひちょっとね、映画ね、まだ行けない方もいると思うけど、まあね、一人でね、そう、ちょっと行ってみてはいかがでしょうかということですよね。ちょっと一曲いきましょうかね、はいはい、じゃあね、はい、なんだそれ。はい、それでは聴いてください。グランドスタンドさんでヒーロー。Oh my god.
か悩んで逃してきた時を後悔した。だけど僕のヒーロー今もいるなら聞いてて、ヒーロー He's got to say ヒーロー。はい、はい、聞いていただきました、はい、グランドスタンドさんでヒーローでした。さあちょっとね、はい、まあ、ちょっと短めに今日の教えて藤巻先生の時間に、はい、ちょっとクイズ形式も交えつつ、あ、いいね、クイズ大好き、毎回すごいですよね、本当、はい、よくその情報がいっぱい出てきますよ ね、 ね、すごいでね、僕思ったんですよ、 YouTube のアーカイブ見てて気づいたんですけど、はい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 、あれこれこの前話してたぞっていう内容を、うん、なんかね、違う回で話してたぞ、 AI の話をして、ね、もう AI 多分谷くん一緒にいるか分からんけど、あれ、うん、AI の話前してたぞ、 AI 聞いたよ、ね、うん、あれ結構使い回し説が乱用してる、はい、使い回し説、藤巻使い回し説が出てるんですけど、うん、何回もやる、いや認めたよあの引き出しそんなないっす、いやいやいやでもそのアーカイブ見てて僕、はい、コメントしてる人見つけたんですよ、はい、1月20何日かのやつで、ほうほう、このラジオは本当にいいラジオみたいな、勉強になるみたいな、みんながなんかこういう情報を共有できればいいみたいなこと書いてて、だから見てる人は見てるんですよ、いやちょっと嬉しいです ね、 ね、なんか頑張りがいが出ますよ ね、 ね、本当に、確かに。さあ今回のテーマは今回ね褒められてちょっと動揺しちゃいました今回のテーマ、はい、神社とお寺、おお、これ深掘りするともう尽きないんで、その違いっていうのをすごく簡単に、まあ、10分15分で話していきたいなと思います、はい、同じなんじゃないですか、違う、なんか似てるじゃないですか、同じような神社と寺、ね、違うんです、で、あんまり分かんないじゃないですか、分かんないです、分かんない、仏と神みたいなのって何なのみたいな、どうみたいな、お寺は和尚さんがいるじゃないですか、ね、あと、なんだっけ、二礼二拍手はどっちだっけみたいな、え、神社だったっけ、寺だったっけ、あ、で、なんだろう、お参りはどっちだっけみたいな、うん、そういうのを簡単にみんなでやっていきたいなと思います、はいはい、さで今言ったように二礼二拍手はお寺神社どっちだと思いますか、神社、違う、神社、うん、神社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 エル、神社エル、生姜を応援しません、ね、正解です、神社、やったー、はい、このぐらい分かりますよ、うん、じゃあその二礼二拍手はなんで二礼二拍手あるんでしょう、それは知らないな、なんか考えてみますか、なんであるか、うん、えこれ難しいですよね、なんだろう、ちょっとやっていきますよ、はいはいはい、ということで、まあこれね、今回のテーマ神社と寺の違いについてちょっとねやっていきたいなと、はい、思います、はい、さあ簡単に説明します、はい、神社寺これね、どっちも実はね、まあ、宗教法人なんですよ、はいはい、はい、で、これちょっと消えちゃってますけど約8万人、うん、あ、8万法人、うん、で、約こっちは7万法人、そうなんだね、ほぼ同じぐらいですね、はい、ちょっとこっちが多いぐらいですね、はい、で、まあ、信者というかこれなんて呼んでいいか分かんないけど、うん、そういうようなのが、うん、こっちは1億842万、で、寺が787508750万人、怖いじゃないですか、どっちも。これはですね、これはですね、あのその神社側、寺側の、自己申告ですね、うん、ああ、なるほど、だってよく考えてください、これ足したら、だってね、日本の国人口を超えますからね、そうなんですよ、はい、日本が今1億2000万人ぐらいなので、はいはいはい、超えちゃってますよね、でも両方こうあれしてるって人もいいのかな、そうなの、掛け持ち、うん、だからそこが曖昧、なるほど、じゃあなんで曖昧かというのをちょっと説明していきますか、はい、で、あと宗派、
まあ、128ぐらいとで155ぐらい浄土真宗とかそうですね、そうそう、なんとか宗とか、僕もちょっと詳しくはないけど、まあ、こういうような感じですということで、でね、NHK が統計取ったらしいです、はいはい、あなたは神を信じますか、うん、仏を信じますかっていう統計は NHK が取った時にどうなったと思います、うん、いや神じゃないですか、神じゃないですか、神、はい、神様、神、はい、神、はい、神、 NHK の統計によると、はい、仏が、55%、はい、おー、神が 30% ぐらい、あ、どっちも信じないがまた 20%、15% ぐらい、まあ、そうなるほど、ね、な、 なのでやっぱ日本はどっちかというと仏様とかいうことらしいですね、でこれもちょっとなぜ一緒になったかとか、あの曖昧なのかっていうのを簡単に説明します、はい、ささっといきます、日本古事記の時代、もうだから天照らす大御神とか聞いたことありません、なんか聞いたことあります、イザナギの御事とかね、はいはい、そう、あれって神なんですよ、神、天照らす大御神、なんで、そうなんですよ、なので昔の日本は古事記の時代は、天照らす大御神だから神道、神の道、神道、神道とか読むんですけど、の時代だった、なので山田のオロチとか聞いたことあります、山大国とか、そうなんですよ、その時代は実は仏教なかったんですよ、日本は一番最初なんか神だと言われていたと、その時代、そこからですね、飛鳥時代に行きますと、飛鳥時代は仏教が伝来します、中国だったりインドの方から伝来してくると。その時にバーサス、やっぱりバーサス、あ、対立するわけね、対立するんですよ、戦い、それがね、蘇我氏と物のべ氏、なんかあったな、なんか聞いたことあるね、聞いたことありますよ、蘇我氏ですよね、はい、その蘇我氏と物のべ氏、蘇我氏の方が仏教賛成、はいはい、で物のべ氏が仏教反対だった、うん、勝ったのが蘇我氏だったんですよね、そうなんです、そうなんですよ、でね、でね、この仏教、こっから飛鳥時代から奈良時代に行くと、その仏教を使って聖武天皇、聖武天皇が政治に仏教を取り入れると、ほう、政治に仏教を取り入れる、はい、鎌倉時代とか、はいはい、はい、いや、何の間、今何の間、そうそう、伝わってるから、はい、そう、そうなんですよ、伝わってます、はい、はい、伝来してます、こっちに、はい、そうなんですよ、でね、その時に、まあ、奈良時代とかになるんだけど、はい、もう仏と神一緒にしませんかってなったんですよ、いや、そうなるでしょう、うん、それが神宮寺、神宮、神宮、なんとか神宮って神、明治神宮、神社でしょ、はいはいはい、でも、明治神宮、寺、はい、そういうこと、一緒なんですよ、この辺、奈良時代ぐらいから、神仏集合っていうのが うん、できてくるんですよ、一緒にしましょうと、ここから我々はお寺、はい、神社、はい、なんか一緒だけどよくわかんない、はい、みたいなのが、はい、なったの実は奈良時代からだ、そんな前からなんだ、そうなんです、はあ、だったんだということですね、なるほど、でそこから時は経て戦国時代、これですよ、うん、やっぱり戦国時代っていうのは土地とかこう争って奪い合って、はいはいはい、その時に僧兵っていうのが現れたんですよ、うん、お坊さん も, お坊さんのもう武力を持って刀も戦うぞっていうところから、あの力つけてきた、それを武士は敵対するわけですよ、うん、その土地こっちによこせと、はい、その最たるもんが織田信長だった、延暦寺焼き討ち、はい、覚えてます、はい、お坊さんとガチガチやったと、はいはい、でもその代わりやっぱり武士にはかなわなかったと、うん、織田信長がそう、まあ、なんぼのもんじゃいと、鉄砲持ってますしね、向こうは、ね、そうということで、はい、仏教を弾圧しましたと、はい、そこからですね、でも織田さんは亡くなり、はい、江戸時代になります、はい、徳川家康、徳川さん、はい、どうやっぱ統治するには、うん、やっぱ平和じゃなきゃいけない、うん、その時にずっとね武士と戦ってたわけじゃないですか、そう、うんうんうん、僧侶たちがね、仏教、仏教、うん、じゃあちょっと仏教はあれだから儒教にしようよと、うん、儒教が江戸時代は広まったんですよ、うん、その中国から、中国のね、はい、儒教、道教、法教、うん、仏のね、うん、っていうの、仏教じゃないと、そうの中で儒教が広まった、うん、だから、ね、目上の人を敬うとか、うん、我々も今あるじゃないですか、うん、年功序列とか、はいはい、あとこう、
あだ打ちとかもこのぐらいで流行ったんですよ。要はあだ打ちが流行る、はい、自分の本当に直属の女子、はいはい、上司がやられたらやり返すみたいな、はい、ああ目上の、じゃあもう倍返しの先駆けです ね、 そうですね、半沢直樹の先駆けじゃないですかここはね、これだから半沢直樹のこれ先駆けなんですよ、まあ、いや俺が言ったここどうだ、そうですね、はい、そうなんですよっていうなりました、ね、やり返すんだ、ただただ、はい、まあいろいろ幕末になりますよね、はいはい、そうなったら海外からの、うんうん、日本人ってやっぱ海外から何か攻められると守りたいって意識がすごい強くなると、うん、一致団結する、はい、その時に宗教とかじゃなくそれをなくした学問っていうのを学ぼうよっていう、うん、トレンドみたいな時代が来たと、うん、はい、でそれでどっちかというと、明治維新にどん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 進んでいった時代があります、はいはい、で明治時代、うん、これ新仏分離、あらまた分かるよ、そうなんですよ、分かれちゃった、要はなんかこう日本ってすごい難しくて僕もまだ 100% 分かってないんですけど、天皇と征夷大将軍ってあったんですよね、ありましたね当時、はいはいはい、どっちが偉いのみたいな、もちろん天皇なんですが、はい、ただ実権に言ってるのはもう征夷大将軍だった、うん、はいはい、でも幕末ってそれをなくすってことは、うん、もう一度進路を進めようじゃないかということで、うん、ここ離したと、はいはい、いうことになるんですが、はい、ここ見てください、はい、この奈良時代から続きました、これね明治政府が切り離しますって言ったんだけど、うん、こうなんだろう書面でやるのよ、うん、切り離しますって、はいはい、ただ国民が気持ちがついていかない、そうだよね、こう文化にはかなわなかったと、うん、政治が、うん、なのでいや無理無理と、うん、無理です私たちっていうことで、はい、なかなかうまくいかなかった分離が、はい、でそれで昭和あの幕末ですね、うん、あ幕末じゃない、あの、戦後 GHQ があって、はい、よく聞くでしょ、はいはい、その時に、まあ、神道指令っていう風になっていくんですよ、うん、神を、うん、信じなさいよってこと、神を信じるんだけど、これすっごい難しいんだよな、そのとはいえ、うん、天皇、日本は天皇、神の象徴が天皇、うん、はいはいはい、そのせいで、うん、世界大戦起きてしまったものかもなみたいな GHQ は思ったと、うん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 、だから一回、はい、その天皇制をやめようかとしたけど、うんうんうん、日本の人たちがそれをやったら、うん、あ、良くない方向行くなと思ってみたいな、だから、なるほど、保護するって感じ、なるほど、ね、振動も保護しますよっていう感じですね、うんうんうん、これ本当デリケートなので、いやそうですね、そうなんですよ、そうです、藤巻さんの目がどんどん泳いできてそうなんか大丈夫かなっていう、そうそう、すごいあのうるさくないですかね、大丈夫ですか、大丈夫です、騒いでない、大丈夫ですかね、そうそうそう、はい、大丈夫ですかね、なんかありました僕も騒いでた、うん、大丈夫です大丈夫です、確かに確かにデリケートだね、はい、デリケートそれ、ね、そう、でも、ね、それをこうやって切り込んで言うっていう、僕は藤巻さんさすが勇気があるなと思います、まさに藤巻勇気ですね、はい、さすが、はい、ありがとうございます、はい、勇気だけにね、はいはい、はい、大丈夫です、最後まとめてください、そういうことなんですよ、はい、なのでさっき言った、はい、寺には武力があったから門なんですよ、うん、でも神社は鳥居なんですよね、うん、なるほどね、門と鳥居で、そう、はははは、昔戦いがあったから門なんですよ、門がね、あって、あの城とかも門でしょ、はいはいはい、門入ってこれだよ、はいはい、っていうことなんですよね、で鳥居、あと狛犬と地蔵、これ寺は地蔵なんですよ、あお地蔵さん、それは分かりやすい、はい、はい、であと鳥居って実はこうやって2種類あるの知ってます、え、知らなかった、はい、あ、ここね、ごめんなさい、くっついてるんだ、そうそうね、浮いてますよね、ごめんなさい、ちょっとね、そこだけね、消えちゃってるけど、変な神通力がそこに、はい、磁石がね、そう、はい、これね、上反り上がってるのと反り上がってない、あとここ出てる出てないがあるんですよ、へー、これ2種類あるんですよね、ちゃんとそれをなんかピックアップして見たことないですね、意味があるんですかね、なんかそれはね、こっちはどっちかというと中国の流れが強い、反り上がってるってことらしいんですよね、これ今、ね、日本古来のすごいわかりやすい、はい、宮島にあるのどっちだっけ、宮島だっけ、あのなんかねえ、まあちょっとググって抜いてもらうね、知らないと言うあんま突っ込むと、そうですね、はい、許容範囲がちょっとごめんなさい、すみません、デリケートなんでね、いやでも分かりやすかった、はい、最後ね、もうあのすごい納得しました、そういうことですか、で、ちなみに
皆さんおみくじ引きますよね。引きます引きますよ、うんうん、そもそもおみくじってどっちだと思います、うん、どっち、あ、神社と由来ですか、神社じゃないですか、神社、神社、神社から来てんじゃないですか、どうしない、俺も神社だと思ったよ。ファイナル神社、ファイナル神社、いやファイナルアンサー、神社、でも神社かな、神社、じゃあ、はい、じゃあ俺あの寺の方、寺、あ、寺でしょ、正解は寺です。おお、寺から来てる、寺からなんですよ、はい、なので、なのでめちゃくちゃ嬉しいな、だってさっき言ったでも合体したでしょ、はいはい、その時に神社側が、あ、それいいね、うん、ってなって神社も取り入れたってことなんです。最初は寺なんですね、はい、なのであのあんまりピックアップして、あ、もうさ、我々にとってエンターテインメントの一個でもありません。そうそう、聞くという行為ですからね、うん、そういうのが楽しい、こうなんかこの由来でこうだってない、そこまで考えないです、はい、でもよく見てみると違うんですよ、おみくじ、あの寺のみくじと神社のみくじ違う、あの寺は基本的に四文字熟語なんですよ。そうなんですよ。で、神社の方は和歌になってるんですよ、うん、明治神宮とかいい例ですよね、うんうんうん、和歌になってるんですよね、だから確かにそうで、先に四文字熟語から始まって、ただそれじゃ分かりづらいよねって言って神社の方が和歌にしたとか、分かりづらいっていうところで全然ね、実は違う、なるほど、いうことらしいですね、はい、あと御朱印、なんか御朱印ってわかります、うん、こうなんかあの押してもらえるやつ、今流行ってますよね、今もうどちらかというとスタンプラリー風になって、集める、集めて、うん、集めるみたいな、これどっちだと思いますか、ん、始まった、始まりは、印だから、あ、いい、じゃあ印はあれか、印か、いやいや、もう神社です、神社です、神社、ここまで来たら神社で押しますよ、いや、だったら寺でしょ、寺です、寺かこれ、寺だったぜ、寺だったぜ、おい、最初はちゃんとあの修行して、うん、その証として御朱印だったというんです、うん、説があって、あ、なるほどね、ただだんだん そのそれじゃあお寺側もな、 お客さん来ないっていうか、うん、ですよと、うん、なった時に、まあじゃあ、うん、押しちゃおうかと、うん、やっちゃえとなった言ったそう、軽いな、そう、いろんな、まあ諸説あると思うんですけど、そうらしいです、今はもうだからくださいって言ってちょっとお金払えばいただけると、あ、お金払ってもらうんだ、あれ200、そうそう、多少、なるほど、そういう感じなんだ、はい、そう、集めるようになったそうです、なるほど、ね、まあこんな感じですごく簡単に説明して、いやいやいや、ちなみにその2例200種1例の意味みたいなのは何だったんですか、ちょっとね、すっと忘れちゃったんですよ、忘れちゃったの、なるほどね、僕ごめんなさい、まあ、それ皆さん、それどうしたの、それここで調べてとかね、ググってもらってちょっといいですか、ちなみに寺は合唱だけ、うん、そうですね、こうだけですね、うん、まあそう、で僕がね、これなんで言いたかったかっていうのを、これを今回テーマにしたかったというと、良くも悪くも、僕良いことで言いたくて、日本ってこうくっつけたりとか、そういうの結構あのいけるんですよと、要はこう今分断しちゃうとか誹謗中傷だとか言うけど、意外に日本って良さめっちゃあるし、なんかこういう神社行ったらなんか気持ちよくなりません、僕なるんですよ、なのでこうなんていうのかな、あんまりこう日本の良さをもっと改めて知って、一丸となってこうコロナだったり地震だったりっていうのを乗り越えていこうっていうことで今回やりました、ありがとうございます、あ、素晴らしいと思います、いやいや、もう素晴らしい、なかなかその自分で神社と寺の違いみたいな、いや調べないし、多分ここでこのコーナーの中では僕一生分かんなかった、はい、確かにですね、もうありがたい、本当にいや、もう反省ですね、今日は、なんでですか、二礼二拍手を、いやいや、それはもう大丈夫です、みんな調べれば大丈夫ですから、で、今こうやって喋ってる間にめっちゃ思い出そうとして僕いるんですけど、そうそう、全く思い出さないですよ、申し訳ない、でも1回より2回の方がいいんじゃねみたいな感じから、はい、そうですね、そんな感じで、はい、まあ、特に日本ってあの、なんだろう、クリスマスもやり、うん、でも数日後にお宮参りというか、うん、お宮参りというか、初詣もいい、初詣もいい、すごくいろんな文化に、うん、なんだろうな、優しいと思うんですよ、まあ、懐が広いですよ、で、バレンタインもやったりとか、はいはい、なんかこの宗教だからこうだとかじゃなく、うん、結構みんな日本って良さってそこだから、はい、懐広い、やってこうぜおいっていう、やってこうぜおいと、はい、はいはいはい、思いました、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、さあ、あと2分、はい、あの何を話したか、それ MC が言っちゃダメでしょう、びっくり
いやいやいや どうでした？あ、はい、ちょっと1ヶ月あ、そうですね、うん、あ、誕生日だったんで、もうずっと誕生日時期なんでこうずっとご飯行ったりとか、そればっかしてました、家族とかで。え、なんかその、なんかどうで、どう？どう？新しい年齢を迎えてどうですか？いや、嫌です、もう嫌です。もう言いたくないすごい。いやいや、そんなことないでしょ。だからなんか、あの、でもあれ生誕祭とか今できないんで、それはもうちょっと残念かなって感じで、うん、ご飯も8時までなんで、まあ、もう早く起きて、うん、もう予約してお母さんたちと食べる、うん、なるほどね。まあでも今オンラインあるから、なんかファンの方とかとこうつながって、ね、おめでとうみたいな。そうですね、この間一回インスタライブめちゃくちゃ久々にやったんですよ、うん、で海外のファンの方とやって、うん、めっちゃ面白かったです、うん。海外です。英語で喋る。コラボできるんですよ。で、申請送ってきてピッて押して。英語で喋ったと。え、私もめちゃくちゃ適当って、ハローとかって、イエーイみたいな。Thank you みたいな。そうそう、したらみんな見てて爆笑してました。面白いって。なんかでもいいっすよね。いや、それはいいっすね。そう、面白いです。生誕祭っていう響きが。なんか世界って広いんだなってすごい思いました。ちょっとかっこいいですね。かっこいい。なんか神みたいな。ぜひやってください、インスタライブ。はい。生誕祭絶対やらないぞ。絶対やらない。でも最近ちょっと更新してますよね。ちょっと更新してますよね、インスタ。だからいいねをしてますけど。あと40秒。はい。さあ、ね、締めます。エンタメジャックイン渋谷。この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたしました。はい、来週もね、楽しく聞いてもらえればなと思います。じゃんけん、いきましょう。それでは行きましょう。最初はグー、じゃんけんポン。はい、今週はグーでした。それではまた来週です、皆さん。バイバイ。